池中池小池だよ。皆さんこんにちは、小池里奈です。今日はですね、久しぶりに筋トレをしたいなと思ってスタッフさんに言ったんですけど、なんかすっごいちっちゃい、ボクシングみたいなやつを持ってきてくれました。なんか子供用だったっぽくて、ちょっとすごいちっちゃいんですよね。私身長が155センチなんですよ。155ぐらいなんですけど、見てください。ほら、なんか子供のなんかグッズ、子供用のなんかおもちゃとかプレゼント買ったことがある人は分かると思うんですけど、これ6プラスっていうことは6歳以上からですよみたいな意味で、もうここに写ってるのもめっちゃキッズでって感じです。なんで今日はちょっとボクシングやってみたいと思います。これがグローブです。グローブもね、ちょっとね、私指が結構長めで入りきらないので、グーにしてから入れます。私一時期ボクサーサイズみたいなのやってて、1年ぐらいなんかそれやってグーにしたから持てない。それやってる時はもう本当にハマって、なんかもう毎日行ってましたね、一人で。よいしょ、はい、できました。これでやっていきたいと思います。そもそもさ、高さがちょっとどうしたらいいんだろう。ここなんかへっぴり腰みたいになっちゃう。しかも昨日ちょうどジム行ってめっちゃ筋肉痛っていう最悪なコンディション。いきます。これは何だろう、正しいのかな、ちょっと分かんないけど、こういう感じで。ちょっと大丈夫なのかな、分かんないけど。いや、私も正解が分かんないですけど、高さ的にと。あ、こうしようかな、これにして。はい、これでちょっと遠いから近くに持ってきて、ここら辺でやろうかな。はい、で、グローブをいつもつけて、よいしょ、よいしょ。やっぱストレス発散になりますよね。いきます。大丈夫なのか。シュールなんですけど、あ、でも私はビモスタに行ってたんですけど、こう暗闇の中でこうやるみたいな感じで、こういう動くタイプじゃなかったんで、動くの難しいですね。こうやっぱちゃんと見てないといけない。そうそう。ね、これなんか、あ、これなんか動体視力ってやつですか、わかんないけど、あ、なすごっ。私の叩き方がいけないんだ。私がちゃんとまっすぐに叩けてないから、こう難しいな。頑張ろう。よし、いきます。そうですね、じゃあ頑張って。スパークリングって言うんでしたっけ、これをトントンを20回ぐらいやってみたいと思います。いきます。これ難しい。じゃあちょっと次、向きを変えてまた20回やってみたいと思います。どんな動画っていう感じなんですけど、はい、いきます。やばい、運動音痴感すごい。もっと
軽くやればいいのかな。何これ何これ、いいのかな、いっか。本当はなんかもっとかっこよく入れたかったのに、みたいな。もう無理です、もう。ストレス発散にはいいのではないでしょうか。ということで、皆さんもよかったらお正月のストレスを発散してみてはいかがでしょうか。以上、小池里奈でした。バイバーイ。